美坂さん、白井さん、今日もフーさんたちと特訓に行っちゃいましたね。どんなことするかわかんないけど、あの二人なら大丈夫そうだよね。というか、私たちは一体何のために呼ばれたんだろうね。それは神のみぞ知るってやつやな。もしかしたら二人が可愛いから連れてきたのかもしれんよ。あ、その可能性はちょっぴり考えてました。ミコトとクロコの友達やからついでに連れてきてもうたって可能性もありそうやけどな。ですね。特にやれることもないですし。それよりこっちでの生活にはもう慣れたん？毎日合宿みたいで楽しいですよ。ほんならよかったわ。どんな状況でも楽しめるんは最強やからな。これから特訓してるみんなの分も含めてお昼ご飯の準備するんですよね。それなら私も手伝いますよ。こう見えて結構料理は得意なんで。一緒にお料理するのが楽しみです。行きましょうか。はーい、じゃあまた後でね、ウイハル。サテンさんも行っちゃいましたし、私はお昼まで何を。勇者部への依頼、来週の予定分はまとめ終わったから後で印刷して風先輩に確認してもらってと。勇者部の依頼はウェブから受けているんですか？ええ、他には手紙や直接頼まれたり人づてだったりね。その勇者部のサイトで受け付けているんですね。もしよかったら私がサイトのセキュリティを強化しましょうか？実は私、セキュリティプログラムを構築するのが得意なんですよ。保安体制。いたずらや悪意のある攻撃を受けた時、反撃してもう二度と変なことをしてこないようにできます。セキュリティ強化を任せてもらえないでしょうか？きっと役に立ってみせますよ。保安体制。え？保安体制よ、ウイハルさん。日本語は正しくね。保安体制の一層の強化お願いできるかしら？お、保安体制の強化任せてください。これでまた正しい日本語話者を増やすことができたわ。それで今日はどんな特訓をするんですか？この数日間、ミコトとクロコにも集団戦の訓練に参加してもらって気づいてると思うけど、うちには近距離タイプ、遠距離タイプ、いろいろいるわ。だから実戦の時にお互いの戦い方を把握しておいてもらいたかったの。仲間の能力や特性、できることを把握しておくことはジャッジメントの仕事でも重要ですから、連携訓練にすぐ入らず、まずは一緒に訓練をすることの意味は十分理解できますが。美坂さんたちにかっこいいところを見せようとして、ここ数日お姉ちゃんがいつも以上に部長っぽい。ちょっと樹、あたしはいつも立派な部長でかっこいい最高の姉でしょ。その自画自賛でせっかくのリーダーシップも台無しね。いっつんの前じゃいつもかっこよくありたい姉心なんよ。分かってあげようよ、煮干し。はいはい、分かったから。今日の特訓始めるわよ。いつき、ユナ、距離を取れたら見事に合図、迅速に。美坂さん、こっちは大丈夫です。いつでもいいよ、みことちゃん。それじゃ、行くわよ。うんうん、ひしひし伝わるよ、仲間同士のチーム連携感。実際のバーテックスは動き回るから臨機応変にね。特に遠距離からとどめを刺す組は。ええ、仕掛ける時をしっかり見極めるわ。こういう練習だとすぐにでも成果が出せるんよ。戦術の基礎となるこういう練習をするのはとても有意義だと思います。じゃあ次の特訓だよ、みことちゃん。え、今日はこれで終わりじゃないの？ね、もっともっとみことちゃんたちのこと知りたいなって。それで仲良くなれたら
きっと連携もうまくいくと思うんだ。だから遊びに行こうよ。いいわね。他の勇者部のみんなやサテンさん、ウイハルさんも誘っていきましょう。お昼のうどんに乗せてあった天ぷら、美味しかったよ。サテンさんが作ったんだよね。そう言ってもらえてよかった。うどんのお供に天ぷらがあると嬉しいかなと思ったんだよね。同じ中学1年生なのにお料理うまくてすごいな。結局料理は経験次第だから、回数をこなせば誰でもある程度はうまくなるって。とりあえずチャレンジチャレンジ。最初はレシピ通りに、味見も忘れずにね。そうだね、頑張ってみるよ。アドバイス通りなら大丈夫だろうけど、ドキドキするわね。ふ、頑張ってね。みことちゃん、みことちゃん、さっきの雑貨屋さんで何か探してたみたいだけど、欲しいものがあるの？いや、ちょっとね、あるかなって探してたのよ。ゲコタグッズ。ゲコタ？ゆきちゃんは知ってる？聞いたことないかも。赤嶺ちゃんは？ゆうなつながりだからってここで私に振るんだ。もちろん知らないよ。3人とも知らないとなると、この世界にはゲコタはいないのかしら。こんなに可愛いのに。その携帯ストラップのカエルさんがゲコタ？そうそう、ゲコタ、かわいいでしょ？うん、すっごく！こんなにかわいいなら、私もゲコタグッズ欲しいな！ユーナさんたち、さすが勇者ね。わかってるわ！うわ、ミサカさんすごくいい笑顔。ほーら、わかる人にはわかるのよ。ゲコタからにじみ出る良さが。こんなに嬉しそうなお姉様を見たのは久しぶりですの。みことちゃん、本当にゲコタのこと好きなんだね。あ、そうだ、ゆうきさんの好きなものも教えてよ。あ、うどん以外でね。うどん好きは分かってるから。うどん以外で好きなものだと、やっぱり東郷さんかな。え、ゆうゆからのワッシーへの突然の告白。ほんと2人は仲良しさんだね。うん、大親友だもん。そういう意味ね。ユーナはいつもこんなノリだから気にしすぎない方がいいわよ。ミコト仲良しといえば、ミコトンのことをお姉様って呼ぶクロポンとはすごく仲良さそうだよね。2人は一体どういう関係なのか気になっちゃうな。クロポン呼びは私に似つかわしくありませんが、尋ねられたら仕方ありませんの。お答えしますわ、このクロコとお姉様との関係を。ああ、クロコ、変なこと言うんじゃないわよ。簡単に申し上げれば、毎日同じ空気を吸い、寝食を共にする特別な関係ですの。誤解しないでね、ただのルームメイトだから。照れ隠しでそのようなことばかり。私はお姉様を誰よりもお慕い申し上げておりますのに。新しいパターンで創作意欲がかきたてられそう。もっと詳しく教えてくれないかな、クロポン。そういえば私少しだけ気になってたことがあるのよね。ミコトン、ネタにされたくなさそうだし、今回は仕方ないかな。残念。ミコタンの気になってることって？しばらく聞こうか迷ってたんだけどね。ゆうきさん、高島さん、赤嶺さんの3人、見た目そっくりでしょ？名字違うし、その、親戚なのかなって。そら、ゆっきたち見たら気になるわな。見た目同じやし。聞いちゃダメかなと思ったんだけどね。全然聞いて大丈夫だよ。え？というか、私たちも初めて会った時すごく驚いたもんね。こんなそっくりな人間が3人もいたら私も絶対聞いちゃうよ。じゃあ、もしかして
親戚とかでもないの？そういうこと。びっくりするほど似てるけどね。なんで似てるかは全然わかんないんだよ。ゆうきちゃんや赤嶺ちゃんと知り合えてから毎日楽しいから、それでいいかなって私もだいたいそんな感じだよ。あ、そっか。ありがとね、質問に答えてくれて。私もすっきりしたわ。それじゃ、そろそろ帰ってうちの厳選お笑いライブ見よか。別世界の人とも笑いで分かり合えるか知りたいね。暇なやつには付き合うてもらうで。いいですね、付き合いますよ。キリュウさん面白そうですし。ゆうたな、今日は寝かさへんで。せい、これで一丁上がりかな。いつの間にこんな近くに。秋原さん、お手をこちらに。あ、うん、これは私からのプレゼントですのよ。はっ。見事な判断だ、クロコ。戦いをよく見てくれている。一旦体勢を整えてから戦線に戻ってくださいましね。いやー、助かっちゃった。便利だね、テレポート。危なくなったら逃げれるし。お役に立てて何よりですの。ではまた後ほど。白井さんも美坂さんも真面目に戦ってくれるし、ありがたやありがたや。さーて、私たちももう一頑張りするとしますか。美坂さん、距離は取りました。こっちは大丈夫です。美坂さんの射線に敵へのみ。オッケー、この一撃で終わりにしてあげるわ。さっきはありがとね、白井さん。白井さんの能力はテレポートだって聞いたけど、バーテックスを攻撃するときはどうしてるの？周囲にある物体をぶつけたり、相手の内部に物質を移動させて内からダメージを与えたりですわね。結構えぐい。物も移動させられるから、そういう使い方もできるわけだ。連携訓練の成果もあって、バーテックスをしっかりきっちり撃退できたわね。高火力の遠距離砲の運用もうまくいきそうね。東郷さんがいろいろ状況を伝えてくれるからすごくやりやすかったわ。ありがとう。遠近どっちでも戦えてますけど、遠距離攻撃組と組んでもらうのがいいかもしれないですね。さっきから静電気で髪の毛が楽しいことになってるんよ。ああ、電撃や磁力で防御する癖があるからそのせいだと思うわ。ごめんね。いえいえ、そんな。みこと先輩の近くにいるとちょっとビリビリして楽しいよね、えみのさん。だからっていきなり指を近づけるなって。ビリッとするだろ。ちょっと楽しいけど楽しんでくれてるならよかったわ。さーて、みんな戻って買い物の続きをするわよ。みことちゃん、みことちゃん、あったよ、デコタグッズ。ほんと？どこ？こっちこっち。今行くわ。戦闘直後だっていうのにすっごいスピードね、ゆうきさんとみさかさん。本当に好きなんだね、ゆこたっていうキャラクター。お姉さまったら、このようなところに来てまで。でもみさかさんの変わらないところ、なんか安心するよね。白井さんはみさかさんの趣味がお気に召さないの？可愛くていいのに。少々子供っぽすぎるかと。時話題を代表する生徒であるお姉さまにはもっと年相応になってほしいだけですの。これはやっぱり憧れのお姉さまってやつなのかね。ういはるさん、さっきからあまり話してないけどどうしたの？体調でも悪かったのかしら？いえ、調子は悪くないので大丈夫です。ただゲコタがあるのに
どうして1号電管がないのかなって。前にカリンさん、変なお電管を見たって言ってませんでした？冬に一度見たけど、それっきりよ。売れなかったんじゃない？きっと美味しいと思うんですけどね。あるとなったら食べてみたいです。ウイハルさんが探すなら手伝うわ。なら私も手伝いますか。二人ともありがとうございます。行きますよ、サテンさん。私も行くの？いいよ、いちごおでんかんは。お昼のうどんも美味しかった。やっぱり香川のうどんは最高ね。香川限定ゲコタ柄のうどん鉢で食べると一層美味しい気がするわ。確かにさっきの美坂はすごく美味しそうに食べていた。あ、そういえば山伏さんはラーメン食べてたわね。今度おすすめ教えてよ。徳島ラーメンがおすすめ。トッピングには生卵をしたい。覚えておくわね。ありがとう。うん。やっぱり美坂の声を聞いているとなんだか安心する。不思議。あ、そう？言われ慣れてないからちょっと照れるわね。そういえばこの前探しに行った1号電管だっけ？結局見つかったの？一応ね。秋原さんと白鳥さんの協力もあってなんとか。いちごの風味がしっかりしてて探してよかったです。独特すぎて私はあれっきりでいいかな。初めての経験だったけど面白い味だったわ。それで思ったの。おでんがいけるならいちご味のそばっていうのもありなんじゃないって。うたの、もしかしていちごを育てようって思ってる？さすがみーちゃん、私の考えなんてお見通しね。早速いちご用の土地を開墾しないとだわ。樹海が警報？行こう、みんな。ええ。空気がビリビリしてる。みこと、気合十分なのはいいことだけど、ビリビリバチバチは抑えて抑えて。待ってよ、これ私じゃないわよ。あ、来る！私の目の前でそんなのが通用するなんて思わないでよね。ありがとう、ミコト。危ないところだったわ。これでは近づくことも射撃体制を維持することも簡単ではないわね。まったく、誰ですの？このようなことをなさるのは。状況的にバーテックスによる攻撃としか考えられませんの。まあ、ミサカさんのようなバーテックスがいますのね。ミロクさん、冗談でもバーテックスをお姉様に例えるのはやめてくださいまし。これは私としたことが申し訳ございませんわ。配慮に欠けるもの言い出したわね。話の内容は普通でもお嬢様言葉同士ってだけで少し変わった雰囲気よね。わかるわ。通ってる学校もこういう話し方の子が多いから悪いってわけじゃないけど、少しまどろっこしいところがあるのよね。弥勒さんの方はエセだからね。お笑い感がプラスされちゃうし。ちょっとスズメさん、私はエセなどではございませんわ。それとお姉さま、まどろっこしくなどありませんの。むしろお姉さまの物言いが少々そやというか。ああ、はいはい。というか、あのバーテックスの雷攻撃はどうなったんだろう。遠くで音がしているのは聞こえているから、攻撃が続いていることは明白ね。それなら大丈夫よ。私の能力でこっちに飛んでこないようにしてるわ。それって結構大変なんじゃないですか？バーテックスの操る雷だから
完璧にじゃないけど、なんとかね。じゃあ、ミコトが抑えてくれてるうちに、一気に叩くわよ。時々雷が飛んでくる中戦うのは、いつもより骨が折れますわね。ミコトちゃんが頑張ってくれたから、直接当たったりしなかったけど、ドキドキした。ただ、これでミコトたちがこの世界に呼ばれた理由が、なんとなくわかったわ。せやなぁ。ミコトたちのお役目は、雷つこてくるバーテックスを完全撃破すること。そんで、二度と出てこんようにしたら、元の世界に帰れるようになるんちゃうかな。あいつの撃破がクリア条件ってわけね。あのバーテックスに対処するためって考えると納得がいくからね。クロポンも来てほしい時に来てくれるし。あれは見事な手際だったわ。魅力のサイン付きブロマイドをあげる。こっちではこういうのが流行っているんですの？まさか、レンジだけだよ。でも、もしかしたらお別れが近いのかもって思うと、写真くらい残しておきたくなりますね。欲するなら魅力が与えましょう。あなたにも、サイン付きブロマイドよ。ああ、ありがとうございます、レンゲさん。